はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、蝶屋のね、梅酒のね、白加賀、南高、小次郎。ね、蝶屋の梅酒の飲み比べ3種銀ということでね、これが値段がね、安いです。350円ぐらいで売ってました。ただ、一瓶が 60ml しか入ってないんで、3個で 180ml です。まあ、ね。2013年に収穫した梅を酸味料や香料など一切、に頼らずに丁寧に漬け込みました。限定出荷。これ限定品ですね。品種ごとの豊かな個性が生きた梅酒です。で、全部アルコール度数が12度。ね。白加賀が、淡い緑が鮮やかで色艶、鮮やかな色艶で、皮は厚めで、身が硬いのが特徴。透き通った色合いと澄んだ香りのすっきり上品な味わいの梅酒に仕上がります。そして南高が、日を浴びた部分が綺麗な紅色に色づき、皮は薄めで、果肉は厚く柔らかい、桃のようなフルーティーな香りが特徴です。まろやかな甘みのフルーティーな梅酒に仕上がります。で、小次郎。実は、違う、間違えた。身は固く締まっており、美しいシルエットと色合いから青いダイヤと呼ばれる貴重な品種。爽やかな香りと酸味の強い味わいの梅酒に仕上がります。あ、じゃあ、小次郎が一番、多分これ、値段の順に並んでますね。白加賀が一番多分安い。南高が次で、小次郎が一番、ね、貴重な品種って書いてあるから、一番あれなんでしょうかね。多分ね。みたいです。それじゃあ飲んでいきたいと思います。三種品。こういうのありがたいよね。動画的にね。3個飲み比べて、のはできるのが。じゃあ一番、色がね、小次郎が一番薄い。ほら。ほら、もう明らかに薄いでしょ。ほら、こんな感じ。ね。一番。で、一番濃いのは南高ですね。二番目が白加賀っていう感じでしょうか。ね。一番小次郎が。まあじゃあ、とりあえず小次郎は一番高そうなんで。で、次南高が高そうなんで。じゃあ、最初白加賀からいただきまーす。ね。乾杯。てか、よく考えたら、白皮からじゃなくて、とりあえず3つ開けて、ね。飲んだ方が分かりやすい。あ、南高うめえ。南高のうまさ。この華やかな香りと、香りがすごいね、南高はね。小次郎は、でもだいぶ抑え気味です。なんか白加賀の方が酸っぱい。白加賀やけに酸っぱい気がする。あ、どうだろう。いまいちわかんない。白加賀と小次郎の違いがいまいちわかんない。もう南高がね、酸味が弱くて、甘みがなんか強いように感じる。
って、こう、まろやかな、ふくよかな味わい、っていうんですか？うん。白角がなんか、一番甘くない気がする。うん、なんかね、澄んでる。白角がなんかね、一番すっきりしてるね。うん。小次郎はその中間ってとこでしょうかね。うん。あ、もう絶対軟膏だわ。軟膏梅。最強説。これうまい。軟膏梅のね、このね、他の3つにはない香りがあるね。どう見ても。華やかな香りがある。うん。このふわっとこう、広がる？なんか口の中いっぱいに広がる香りがすごい。うん。うん。白角が一番甘くなくて、香りも弱い気がするね。うん。なんで、すっきりしたやつ。うん。白角に比べると小次郎は、ちょっと、コクがある。まあ、一番軟膏がコクがある、多分な。うん。白化がね、すぐ、味が、キレがいいですね。キレが。うん、もう、もうダントツのこの軟膏がね、一番コクがある。どう見ても。うまい。うん。うん。コクっていうか香り？あ、でも、小次郎が一番コクがあるのかな？結構味がちょっと深いですね。小次郎はね。うん。深い。ちょっと若干、なんか、あれがあるね。酸味の中に深いなんか、なんか、えぐみみたいなのがある。梅の渋みみたいなのが。うん。渋みっぽいのがあるね。ちょっと渋め。小次郎は。うん。軟膏も甘い。甘いし、香りも強いし。うん。うん。やっぱね、白川は飲みやすいんですよ。小次郎がなんか一番、えぐみがある。言い方悪いけど、えぐい。渋い。酸味に加えて渋さがある。うん。あ、これ面白い。おー、とりあえず俺一応つけたことあるのが白加賀しかないんですよね。多分、軟膏は高いからつけたことない。一番安い白加賀しか俺つけたことないんですけど。でも軟膏もね、昨日だったかね、売ってましたよ。1キロ600円ぐらいで安かった。スーパーでね。あ、安っと思って。で、初めてね、軟膏見ましたけどね、やっぱね、こういう風にね、ちょっと桃色なんですよ、ここら辺が。ここら辺がっていうか、日に当たった部分が赤くなってるっていう。すげえと思って。初めて見ましたね、軟膏ね。他のとこはちゃんと青いんですけど、
そこだけ赤くなってるんですよね。不思議だなぁと思って。思いながらね、見てましたけど。やっぱ難航でしょ？うん。こちらちょっと癖が。あるね。軟膏はこれで甘す、ちょっと甘いけど。これ半分ぐらいの甘さだったらちょうどいい。あ、美味しいな、やっぱな。やっぱ蝶屋は天才だね。さすが、天下の蝶屋。天下のね、梅の会社だけある。ね。あ、これ300円、350円で売ってるから、これはおすすめです。小次郎か。小次郎梅うまいな。ちょっとえぐいけど。小次郎で。小次郎梅。ググってみましょう。この梅も和歌山県で多く作られています。南高梅より気持ち小さめの梅で、主に梅酒に向いている品種です。青梅の一級品として、青いダイヤとも呼ばれ、美しく綺麗な青梅です。あ、旬カレンダーなんてあるわ。これどこのあれなのかわかんないけど。5、6、7で。ああ、やっぱ大体ね、やっぱ6月ですよ。俺の今の新潟だと一番6月の中旬が一番ベストですね。俺の中だと。一番ベストだと思いますね。結局ね、新潟での話ですけど、6月の上旬はね、ちょっとね、やっぱり梅が高い。出始めはやっぱ高いんですよ。で、若干ちょっと時間経つことによってちょっと安くなってくるんで、ほんと最初はね、1キロで1000円ぐらいで売ってたんですよ。しかも白加賀がね、白加賀梅で、一番ね、それで売ってたんで、だから、まあ皆さんの地域によってね、やっぱ変わってくるんですよね。ね、北海道だったらほら、遅くなるとかさ。まあ南の方だったら早くなったりすると思うんですけど。ね。ね、まあ新潟のあたり、中部地方あたりだと、6月から、もう6月いっぱいですね。6月の1日ぐらいからもう、だいたい梅が出てくるんで。出てきて、多分7月になるともうないですね。6月いっぱいぐらい、もう6月が梅の時期みたいな感じになってるんで。それのね、中旬あたりが一番ベストだと思います。もう下旬になっちゃうとちょっと、売れ残りの実が傷んできてね。まあ、黄色くはなるんですけど、完熟してくるんですけど、その分痛みが激しくなってくるんで、あんまり、南高梅。南高梅は正式に南高梅と読みますが、一般的に南高梅と読むことが多いようです。
和歌山県のみならず日本を代表する梅の品種で、明治35年に和歌山県の高田なんとかカントラ氏が発見して栽培した高田梅がルーツとされ、後に梅優良簿記集定なんとか会において、この梅が最優秀賞と取りました。うん。まあいいや、もうここら辺知らん。どうでもいい。ね。つまり、梅では一応最高品種、ん？最高なのか。最高級品種。らしいですよ。あれ？じゃあ、小次郎は？小次郎微妙なんですか？最高ではないんですね。あ、じゃあ、南高がやっぱ一番うまいんじゃないの？わかんないけど。うん。うん。南高めっちゃ甘いな、これな。これだけ砂糖、おかしいんちゃうかっていうぐらい甘い。甘く感じますね。多分一緒だと思うんですけどね。わかんない。それはどうか知らんけど。うん。梅の産地が、全国の生産量ランキングでいくと、和歌山県が 80%。で、次いで、群馬県が 8%。で、次いで、山梨が 3% ですから。まあ、8割方は和歌山と、なってます。なるほど。で、白加賀梅。白加賀じゃなくて、白加賀か。主に関東を中心に出回る品種で、小次郎と同じぐらいの大きさで、果肉は繊維が少なく緻密で肉厚。やや黄緑に近い色合いをしています。うん。だそうです。まあ、やっぱ、南高が一番うまいわ。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ小次郎もうまいと思ったけど、もうね、小次郎はね、もうなんか、あ、梅酒ですね。はい、梅酒ですっていう。あ、はい、梅酒。あ、これ梅酒ですね。うん。これは一般的な梅酒ですよって言っても、過言じゃない梅酒の味です。でも、この南高は明らかに、広がりがある。うん。もう口に含んだ瞬間にブワーッと広がってきて、もうあーって。これはすごい。うん。うん。ね。まあ、でも、一番最適、梅酒に最適なのは、まあ何なんでしょうか知りませんけど。やっぱ梅酒に不向きがあるんで、いわゆる梅干しにした方がいいのか、梅酒にした方がいいのか、もしくは梅ジュースにした方がいいのか、それによってほら、いろいろあると思うんで、うん。うん。ね。多分、あるとは思います。向き不向きがね。うん。まあでも、梅酒で、最近飲んだ梅酒で一番うまかったのは、最近って言っても半年前ぐらいに飲んだ。ね、日本酒の梅酒もうまかったですね。日本酒仕込みの梅酒ね、前飲みましたけど。日本酒、梅酒用の日本酒みたいなの売ってるとは思うんですけど、ちょっと見かけないんですよね。うん。だから、まあ、大体、日本の法律ではね、一応ね、梅酒はね、20度以上の酒で漬けないとダメっていう法律があって、それ以下で漬けちゃうと、いわゆる NG で、
ね、逮捕されちゃうんで。はい。なんで、まあ、最低でも20度はあるはずなんですよね。まあ、普通の日本酒はだいたい15度ぐらいですから。まあ、日本酒の原酒といったとこでしょうかね。を買えば、それでもつけてみたいんですけどね。ねえ、あ、うまいな、やっぱな。梅酒ってやっぱうまいね。ただちょっと甘すぎるかな、これ全体的にな。まあ大体、ね、まあ俺がつけたのがこれよか、これの2倍ぐらい甘いんですけど。ぶっちゃけた話。蝶やはやっぱりちょうどいいぐらいの。ね、甘さで。さすが、梅酒の会社だけあって。一般的に万人受けする味で、砂糖の量だと思いますけど。個人的にこれよか2分の1ぐらいですね。俺が作ったやつの4分の1ぐらいの甘さが一番いいかなと思うんですよね。でね、今、ググったところによると、まあ、つまり、俺の作ったやつが超甘口らしいですね。砂糖の量1キロ。1キロ以上で、超甘口。で、あ、多分、ね、俺の予想だと多分ね、これよか、4分の1ぐらい、でいいと思うんで。最低でも 200g ぐらい入れるみたいですね。皆さん。まあ、0. 対比的に言うと、焼酎1.8リットルにつき 200g ぐらい。まあ、だから1割ぐらい。問題はそこなんですよね。だから俺は、まあ、ね、とりあえず、梅は来年、今年はつけませんけど、来年はとりあえず、まあ、砂糖なしで。つけるか、もしくは、砂糖1割ぐらい。まあ、1.8リットルの酒に対して、180g ぐらい。で、抑えて、つけたいと、思ってます。ね。まあ、今年はつけられないんで、なんかちょっとね、残念なんですけどね。まあ、仕方あるまい。ということで、今回ちょっと評価の仕方が難しいんですが、個人的に一番うまかったのは南高梅なんですよ。時点で小次郎ですね。白加賀はあんまり癖がなさすぎて、面白くないかなと。いったとこです。これはおすすめ。これ5つ星つけましょう。350円で買える。ね。1個、120円ぐらいで買えますから。まあ、買えますからっていうかね。ね、1瓶120円と換算すると、飲み比べができて、ね、あれしたなら、まあ、いいでしょう。5つ星。ご視聴ありがとうございました。